はい、というわけで今回のディープスポット旅は、俺の生まれて育った場所、今では地図から消された町と言われた1階のを紹介します。やっと地元を紹介する時が来たぜ。地図から消された町ってちょっとワンピースみたいでかっこいいやろ。前回も動画で話したように、俺のルーツはここ大阪市生野区って言って、昔は伊海野って呼ばれてた場所やね。戦後4万人以上の朝鮮人が暮らしてて、今でも生野区内の総人口の 20% は韓国の国籍持ってるとか朝鮮の国籍持ってるっていう人たちって言われてるけど、多分俺はもっと多いと思ってるな。小学校の時とかはもう半分近く朝鮮籍持ってる人やったからさ。ここは今でも日本最大の朝鮮人会です。大阪市の生野区、あと東成区とかもそうやな、コリアタウンとかがあったりとか、鶴橋って言ったら分かるな。昔は報道とかでも異邦人の群れる街って言って、今回はここ僕のルーツをご紹介したいと思います。レディゴ、早速もお前キング友達って、おお、そういうのですか、意味、ちょっとだけ学校の時に習ったから。若者とかも流行ってもうめちゃくちゃ来るようになったし、今回は過去のディープな歴史から、そして現在の盛り上がった韓国街を、朝鮮街を紹介します。この辺は1910年の日露戦争後に日本が韓国を併合して、ね、またのは朝鮮併合とも言うねんけど、その当時この辺の在日コリアンの人らは、朝鮮半島が大日本帝国の統治下にあった時代に、朝鮮半島から日本に渡ってきたその末裔子孫の人らやんな。で、1920年代に日本が朝鮮半島を占領してた時に、大規模な堤防工事が行われて、その時に朝鮮人がこの辺に動員されてんな。で、めちゃめちゃでかい朝鮮人村がこの辺にできたっていう経緯やん。そういうような日本の植民地支配期の時期に、過酷な低賃金労働で朝鮮人たちがこの辺に定着するようになったらしくて、当時の名残のバラック小屋が、伊海野っていうのは決して裕福な町とかじゃなくて、屋根が落ちそうなぐらい劣化したそういうような家屋とかがめちゃめちゃ並んでたみたいで、俺の実家もちょっと天井落ちとったもんな。天井が、うん、天井こうやって落ちてて、うん、途中まで直さんかったけど、で俺も気にならんかった。でネズミとかその天井のところでタタタタタタタって寝てる時とか走んねん。それも別に気にならんって、それが当たり前やったからさ、生まれ育ったところがそういう場所やったから、うん、だからなんかいろんな場所行っても気にならんかったのかな。昔の実家に近いな。こんな感じだったんですか。イカイノってもともと豚を飼う場所っていう意味合いやね。イカイノのイってなんかイノシシ格やん、はいはいはい、あれ豚っていう意味やねんけど、はるか昔古代4世紀後半から5世紀ぐらいに在位したあの仁徳天皇っておんねん。その当時ユーラシア大陸ら辺から来た渡来人がこの辺に来て豚を飼うてたらしい、ね、だから豚を飼う場所この辺でイカイノやったらしい。ただ1973年ぐらいに伊海野っていう地域は突然姿を消したらしい。その名前を消されたらしい。それはなんでかって言ったら、やっぱりちょっと差別的な意味合いがあったのか、あとはその伊海野ってついてる地域には地価が下がってもうたりとか、うん、周囲のなんか日本人住民とかも苦情を入れたりとかしてたみたいで、伊海野っていう地名を無理やり消したっていう噂やねんけどな。昔は朝鮮からの郵便とかで日本伊海野ってカタカナで当て書きで届いたらしい。ただな、結構言うけどな、伊海野って未だに地元の人らとかは、祭りとかで伊海野のだんじりってあんねんけど、また後で神社行くけどさ、すぐしに韓国料理屋がある。カムジャタンあるやん、ね、あんま知らんやろみんな、芋鍋、ごまの葉入れた、この場所に来てんな。これも高速サンダル工場とかもめちゃめちゃ多かったみたいで、その当時は。いやでも書いてあったけど普通やったけどな。友達の家とかサンダル工場やったし、記事とかに書いてあったのはそこでやっぱ子供たちとかが周りとかでいっぱい遊んで、鉄のくずとかこう黒い巣でもう汚れまみれになりながら遊んでたっけ、うん、俺やんって思った。昔のイカイノって学校に行かれへんくて自分の家業を手伝ったりとかする勤労少年省庁っていうのが多かったって書かれてて、思い出したら近所に女の子でしかもめっちゃ美少女やって、なんで学校行けんのかなみたいな、不思議に思ってたことあったけど、そうやったんかな、どうやったんかなみたいな。まあでも俺の時代ではもうだいぶ変わってると思うからそうじゃないと思うんだけど、でも学校行ってなかったなって子はおったな。はい、続いては鶴橋本通り商店街。ここはもう通学路ですからね。あ、そうなんですか。あっちの方行ったらもうほんまに市場とかがうわーおーなってくるから、少し俺がここの時毎回ここで市場で、僕ここ子供の頃来てたんですよ。そうですわ、もう50何年なの。50何年、ありがとうございます。うん、分からん分からん。最高やな、ほんま地元って。
から地元も盛り上げてるやん、お前。市内だけじゃなくて。でもほんまに三大闇市って言われてて、ね、そこの鶴橋の市場とか、さっき見た長屋とかの外れとかには、もう、の事務所とかが多かったりとか、当時の新聞社の社会部の記者さんとかは、ここを暗黒街っていう風に取り上げてて、ぐらいやばかったらしい。JR と近鉄奈良線が交差する鶴橋駅周辺は高架下にバラック同然の店舗が立ち並び、現在も戦後の闇市を彷彿とさせる。昭和30年代には東西3キロ、南北4キロにも満たないこの小さな区域に20余りのグレン隊と組織がひしめき合っていた。当時の新聞の社会部の記者はここを暗黒街とみなして、西成と並んで治安が悪い場所と言われていたみたいだ。鶴橋には関西全域から様々なものが集まった。焼け野原で必死に生きようとした人々は闇市にすがった。ところが1年後の1946年8月1日全国で一斉の取り締まりが行われ、日本各地の闇市は閉鎖された。そんな中で鶴橋市場の有志たちは市場の正式許可を求めて GHQ などの関係当局へ交渉を開始した。そして1947年3月、市場は大阪市から正式な認可を受けることになった。特大パフェの飾りが、ああ懐かしい。この頃毎日一人で来てたよパフェこんな、高校のみんなとかで行って 4,5 人でこんな、懐かしい。でも普通のやつでもこんな、うん、そうでかいですね。来ました、この辺からマーケット、海外のマーケットみたいな広がってるから、バラックの小屋のやつとか戦後のちょっと闇市を彷彿とさせるような、こういうの見てしまったらこういうのブワーンやん。そこで俺19歳の時ホームレスしてた時はずっと寝泊まりしてた。こんな寝泊まりしてた、うん、寝てで起きて派遣のバイト行く。ホームレスちょっと海外っぽいやろ、だからなんかあんま違和感なかったん。もともと匂いとかもこうキムチの匂いとかニンニクの匂い、これがなんかもう本来の行くのの匂いって感じやな。この辺とかも全部閉まんねん、シャッターにあるから、はいはいはい、誰もおらんやん。で屋根あるやん、バリ見やすいねん。豚山木せっかくやから地元宣伝しとこう。僕実は地元なんですよ、ここ。めっちゃ知ってるんです。え、何してんすか。500円ではい、ありがとうございます。まあ、またです。あ、すごい遠いな。ありがとうございます。ありがとう。よう見るわ。来とってん昨日。そうなんでよ、その昔専門のブランドのコピー用品とかあってん、みんなで来てヴィトンの財布とか千何本とかで売ってんねん、うん、今は多分持ってきやったらでもほとんどないやろうな、うん、ネオンの看板つけて最近の時代に合わせてですね、イケモンクラス系のな、うん、絶対こんななかったっすよね昔ネオン。イカエノ地域とはイカエノの地名が消えても存在する概念で、生野区東成区を南北に流れる平野川左岸に発展したエリアだ。ここを流れる百済川、かっこ平野川に架けられた日本最古とされる橋の鶴の橋は、現在の鶴橋の地名の由来である。現在は平野川の旧流域は埋め立てられ、さらに一部地域は区画整理されているため、その痕跡は判別しづらい。これは伐採された木で埋まった昔の平野川。同方の密集地域だった生野一帯を貫くこの小さな川には、60年代に製材所が多く、木々が流れてくる姿が常に見られた。はい、というわけで来ました。もろもろもろに地元トリアンさん、おもろいねんかな、残ってんのかな。え、すげえ、キムチケーキ、キムチパフェ、いや、ないやろ、食ったことない。ちょっと待って、人多すぎるだろ、これちょっとやばいか、平日やで、俺の地元盛り上がって全然こんなんちゃうかったからな、撮影どころじゃないレベルやと思うわ。竹下通りぐらいおるで、うん、いやし、結構視聴者数も多いから、うん、もうついてきてるし、後ろからここ三雪森神社って言って地元の祭りとか、二階野の祭りとか、はいはい、こんにちは、今撮影中なんで。あ、いえいえいえ、な、写真、はい、チーズ、チーズ。ここでだんじりとかがあって、この辺とか撮ってね、屋台とかブワーなるからな、定期的にあるから、シーズンごとに、うん、前大昔はくだらのって言われてて、くだらって言ったらあの朝鮮半島の西部、渡来人が多く来てこの辺くだらのって呼ばれてたんけど、で4世紀から5世紀あたりに仁徳天皇がこの辺の住んでる渡来人たちを見に来たらしくて、渡来人たちが鷹狩りとかやってて、飼いならした鷹を放って狩猟する一種やねんけど、その時に、まあ、みゆきのために来てて、みゆきってあの天皇が出かけていろいろこの辺の森で休憩したらしいねんな、この辺森やったらしくて全然見えへんけど、だからここみゆきの森って呼ばれてたらしい。ここも忍徳天のまた来てるのかな。次、小学校行こう。で、小宮田も行こう。
見るやん。どこ？小学校。もう廃校なったけど。あ、そうなんですか。あんだけいっぱい若者来んのに。朝鮮総で朝鮮会館。北朝鮮行くときにここに来て教えてください。俺のこの小学校、三木丸小学校はもう廃校になってんけど、ほんまつい最近やで。そのもう前に朝鮮学校もあんねん。もう歩いて5秒のところに。そこの俺の学校も基本日本の学校やねんけど、半分近くはやっぱ韓国の朝鮮の血混じってる人らが多くて、特別学級みたいな、フリマル勉強したりとか、基本日本の教育やけど、1時間ちょっと放課後にみんなでサンゴ叩いたりとか、民族学級があった。はいはい。ここもう廃校になったんですか？廃校になってるんですよ。え、何年前ですか？3年前。ここ通ってたんで。民間事業者が、はい、営むんで、またよかった。ああ、盛り上がるってことですね。はい。真ん前、朝鮮学校やな。幼稚園から中学校まであんのかな。あ、小学校か。初級やからあんまり交流なかったけど、俺はサッカーやってたから、小学校の時に、うん、もうほんまに朝鮮学校の子らも、うん、日本の学校の子らも、韓国の子らもみんな入り混じってみたいな、うん、そんな特に分け隔てなくみんな仲良く、学校内は朝鮮語やと思う。ペラペラ。俺らみたいに特別学級でちょっと習ってるぐらいじゃないかな。俺らもなんか小中上がって高校行くときに韓国朝鮮名で行くのか日本名で高校上がるのかみたいな分かれていって、俺は18歳の時に親父が帰化して日本名って感じになってんけど、日本人になったからさ、自分のルーツっていうのをどうやって生きていくか、日本におるし朝鮮の家庭でとか韓国の家庭でとか、じゃあ自分は何人なんだっていう風にルーツに迷うっていう人たちもおったみたいで、それが特に昔やったらもっともっと差別的なこともあったりとか、本来の自分っていうのは何なのだみたいな、映画 GO、 窪塚洋介さんの GO っていう映画にもそれが反映された映画やねんけど、自分のルーツ、俺は何人なんだって言ってんの、俺はライオンかみたいなシーンがあんねん。すげえ時代を感じるわ。古くなった気がする。ちっちゃくなった気がする。よっしゃ、コリアタウンでな。もうオッケーっす。コリアタウンちょっとめちゃくちゃ人おったから、うん、飛び込んでいこう。オッケーっす。盛り上がりすぎやろ、うん、めちゃくちゃ盛り上がってるやん。めっちゃ人多いよ。風景も全然違うわ。めっちゃ綺麗になってるわ。あ、トルハルバン。何やそれ。石のおじいさん、俺の先祖のチェジュ島の守り神シーサーみたいな感じだ。市場や住宅街、路地が醸し出す在日朝鮮人の暮らしは厳しい苦しさの残影を落としているのだが、彼らの心には見えない南北分断線があったみたいだ。これは60年代末の大阪井海野の朝鮮市場の風景。永住権を市の申請と非難し、韓国籍を朝鮮に直そうという総連の横断幕がかかっている。彼らがどうしようもなく乗り越えなければならない暮らしの風景がそこにはあった。残ってる人もあんな。これえぐない。あれ金髪的なの。カゴ元よ、コロッケ買いに来てた。懐かしい。まんまの店はまんまやな。友達の店とかもそのまんまやし。でももうめっちゃ新しい店もできてたりとか。行くの盛り上げよう言うてんのに、盛り上がってたな。盛り上がってる。山田町で社会見学来たとか。あ、そうなんすか。しかも倍並んでる。あらゆる種類のキムチあるから。ほんまにポップになってな。看板、あの、ボイトボイトサイトって書いてあるんですけど。ケーラみたいなよっての。韓国語っすか。ちょっと高なってるな。あの、美味しい写真してんな。まあでもいいことやんな。儲かるからやんな。うん。あ、ここのキムチも美味しい。今度ゆっくり食べ歩きのみ歩きしよう、うん、もうどこも並んでるからちょっと、うん、食べ歩きのみ、こんにちは、ちょっともらっていいですか。はい、ありがとう。ありがとうございます。何回か来たことあるの。あ、そうなんですか。サインにかかってある。あ、そうなんですか。いただきます。美味しい。うまい。結構多すぎるから、うん、結構視聴者さんとかにも声かけられて、うん、ほんま俺がおすすめとこ行く。オーケーです。はい、来ました。こっち。ニンニクラーメン。うまそう。はははです。俺、ガキの頃からここお世話になってるわけ、ね、うん、家族で飯食いに行ったりとかしてて、じゃあなんと奇跡的にベリゴに来てくれたの、社長さんが。たまたま。たまたま。俺めちゃくちゃ行ってますよ。今日撮影許可も降りてるんで、ちょっとお世話になって。何する？え、どれが美味しいんですか？ラオレ豚骨にする。ほんなら醤油にしようかな。で、食べ比べする。うん。乾杯、社長さん。どうぞ。ありがとうございます。乾杯。乾杯。仕事終わりのハイボールはうまい。まだまだ。これ仕事中からもあるっすよ。ガキの頃からずっと来てたんで。ありがとうございます。光栄です、光栄です。いや、光栄すぎます。夢つかみました。動画見てくれた視聴者さん、上録の視聴者でって言ったら、替え玉、煮卵、一人1個。おー、ですよ。お願いします。だそうです。みんな見た人言ってください、ここ来たら。年内、それはそうですよね。あ、来た来た。うまそう。いただきます。
ツンとくるラーメンが好きな人はめっちゃおすすめやな。うん、美味しかったです。ごちそうさまです。ごちそうさまです。また来ます。50年かけてきます。ありがとうございます。栄養なんで皆さんよろしくお願いします。ニンニク多めがおすすめ。その日を考えずに食うっていうのは、うん、ちょっと俺今日少なめやったから、この後周年やから、うん、すぐ周年なんでちょっとまた、はい、後で寄らせてもらいます。寄らせてもらいますありがとうございます。懐かしかったし、こうやってたまに来るのがいいな。でもこうやってな、変わっていって寂しいこともあるんかもしれない。まあ俺は全然変化に対して嬉しいっていう風になるけど、こうやって盛り上がんねやったらな。だって韓流ブームが来て、この街も実際盛り上がって、いろんな若者誰でも来やすい街になって、イメージもポップになっていってると思うし、経済もすごい豊かになってると思うんで、差別が減ってきてる時代がもう来てると思う。でも人間には感情があって、恨みがあるから嫌いもあるし、人を蹴落とそうとするやつもあるし、人を褒めようとするやつもおるし、人と比べるやつもおるし、感情の生き物やからこそ差別っていうのは果たしてなくならんかもしらんやけど、俺がこうやって発信することによって、いろんな多様な文化を発信することによって、差別はなくならんくても、差別しづらい風潮を作れるかなと思ってます。ジョブログの視聴者さんには、いろんな世界を見せて、広い世界を見せて、寛容な心を持ってほしいし、いろんな人たちを受け止める心を持ってほしいです。こういう発信すらもな、まあ、俺の主観が入ってるかもしれないし、必ずしも全体的に 100% 客観っていうのはないのかもしれないね。だけど人を傷つけるために発信してるってわけじゃないってことをほんまに信じてほしい。正直やっぱ繊細な内容やん。差別のことやったりとか、部落のことやったり、人種問題のことやったりとか、それを伝えるっていうことはすごい責任がいることやし、だからこそすごい勉強はしてんねんで、してんねんけど、やっぱり不安になるし、大丈夫かなっていうプレッシャーも感じるし、誰か傷つけてないかなとか。だけどやっぱり誰かが伝えないと変わんねんし、しっかりと俺は自分を信じて、俺は俺なりの平和を発信し続けます。そしてフラットな目線で伝えていきたいと思います。これからもよろしくね一番大事なとこ鼻水出てきた。寒い、ね、寒い、風がやばいから。これからもよろしくお願いします。ちょっと待って、周年行こう。試合ホルモンレディゴーのやりたいこと